長岡天満宮は京都府長岡京市天神にある神社。旧社各は府社。市民からは天神さんと呼ばれ親しまれている。長岡京市はかつて山城国を特に軍長岡と呼ばれ延暦3年、関武天皇が平城京からとを移した長岡京が造営されたところであり、長岡天満宮は都の西南の外れに位置している。 文化事業の一環として4月下旬には霧島コンサート、8月下旬には宵い宮コンサートが開催される。同コンサートはクラシックの生演奏に身近に触れる機会として音楽好きの市民に親しまれている。霧島筒次原社地周辺は平安時代に菅原道真の所領であったとされ、道真が有原の成平らと共にしばしば遊んでしか還元を。 楽しんが淵深いところであるという。正体を年に、道真が太財府へ左遷された時、長岡に立ち寄り、我が魂長くこの地にとどまるべしと名残を惜しんだ。左遷の際道真に付き従ったのが、菅原氏の一族とされる中小路胸乗りであり、胸乗りは高月まで同遷し、帰り際に、道真から道真自作の木造と念事物を託され、持ち帰り、 道真の死後その木造を祀ったのが東天満宮の創立とされている。また、道真の太財府左遷に付き従った中孔寺宗則は太財府で過ごし、道真の死後に東、庄寺有望と共に、道真自作の像と源氏物を持ち帰り、祠を建てて安置したことが始まりとも言われる。地来皇室の数形厚くたびたびの鬼神造営を受けた。 寛永15年には、当社の東の地に領主であった八条の宮俊人親王によって八条が池が築造された。その後後荒廃していたが明治になり、中高の祖である宮司の中高寺宗成が境内や宝山界の整備を行い復興。長岡天満宮は宗成の代に、孫社から豪社、さらに不社へと社格を上げることになった。 一台で二度の社格昇格は極めて珍しい例である。その後1928年には新京阪鉄道が、当社の名前を冠した長岡天神駅を開業させ、さらに賑わうこととなる。息子の中高寺宗安も1941年に、平安神宮の旧本殿、祝死者、スカシベイを配慮し、現在の境内がほぼ完成する。 紅葉庭園近敬園社地は元10万余坪にわたっていたが、明治維新に再始上地のため、玄関は2万余坪を有している。現在の本殿は1941年に京都の平安神宮の社殿を廃領移築したもので、正面の朱塗りの廃殿は、観光後新規100年を一万明かり祭りを放散して既存の廃殿を増改築したものである。 本殿への参道の途中にある弁天池の周辺は、海遊式庭園、紅葉庭園近庭園として近年整備された。10月9日に例祭が行われる。八条が池には、ヒノキで作られた水上橋があり、そこからは池を中心として、境内を一望できる。八条が池の中包両側の樹齢百数十年の霧島筒は有名で、 隣接する長岡公園の梅園も広く知られている。霧島つ,つじの花の季節に開催される春の観光祭りの会場にもなっており、多くの観光客で賑わいを見せる。また、境内には竹林や梅林、あじさい園、桜、蓮す、あやめかきつ群落もありしき折々の散策を楽しむことができる。2013年の年間参拝者数は69万4000人。 稲荷神社新牛造家倉殿筆塚八条が池と水上京。ありがとうございます。